レケナは、スペインバレンシア州バレンシア県のムニシピオ。バレンシア語話者が多いバレンシア州にあって、カスティーリア語話者が多数を占めている。カスティーリアのメセタと地中海の間にある。地中海まではわずか67キロメートルしか離れていない。レケナは、平野にあり、冬の寒さは厳しく、夏は暑い。豊富な水資源と広大な自然の差異が、 印象的である。バレンシア県の最西端にあたり、カブリエル川が西を流れ、南は深い峡谷である。東から北にかけて、フアン・ナバロ山脈とテホ山があり、トゥーリア川の3階と分けている。松林、河川の水源、泉が豊富で、マグロ川はこの大地から流れる川の一つである。平野全体が、ブドウ畑を中心とした、工作地で、 地元経済を支えている。ローマ帝国時代、タイル、レンガ、アンフォラを焼いていたとされる工房があった。イスラム支配下に入ると、強力なという意味のラッカナの名で知られた。1021年以降、イスラムの大派である、バレンシア王国とトレド王国と分ける地点の、要塞都市となった。1238年、ラッカナは、カスティーリャ王フェルナンド三世によって征服された。 同時に、アラゴン王ハイメイッセイが、バレンシア征服を行った。レケナにおいて、アラゴン王とカスティーラ王の会見が行われた。両王国にとってレケナは、対イ,イスラムの軍事干渉地帯であったために、幾度かの衝突が起き、最終的に、ハイメイッセイが、娘婿のアルフォンソ10世に譲歩する形で、レケナ及びカルタヘナ、ムルシアが、カスティーラ領となった。 1257年8月以降、カスティーリアが支配したレケナでは、カスティーリアの監修法が導入され、再植民が推進された。1264年、逆にカスティーリアは、アラゴンへ、プエルトセコおよびアルモハリファス号を譲歩し、アラゴンから、家畜、羊毛、小麦を受け取った。1355年、ペドロ一世は、ウテルとレケナを分離し、 王立自治体の地位を与えた。1369年、アラゴン王ペドロ4世は、レケナを占領し、1372年になって、エンリケ2世へ町を返還した。ほぼ1世紀後の1467年、ビリエーナ公がレケナを領有した。カトリック領王が、カスティーリアアラゴン連合王国を成立させたことで、レケナをめぐる領有争いは終わった。18世紀終わり。 現在の自治体、ベンタ・デルモロがレケナから分離された。18世紀には、レケナは800の絹食器を抱え、絹織物のスペイン第4の都市となり、人口が4000人からほぼ1万人へ増えた。1707年、フェリペ5世がレケナに、初の支障を与えた。ありがとうございます。